どうも、アキです。プロスペースやっていきます。はい、今回はこちらの新イベント、スターロードをやっていきたいと思います。さっきちょっとだけやってみたんですけれども、結構面白そうだったので、急遽一回やめて動画をね、撮っていきたいと思います。はい、このイベントは、1選手になりきって、まあ、シーズンを、戦って、そこでポイントをゲットして、累計報酬 S ランク契約書を目指して頑張っていこうっていうイベントなんですが、まあ今までにはないね、なかなか面白いイベントになっているなと思いました。はい、ということで今回はこちらジャイアンツの松井選手。先日極みになった松井選手でやっていきたいと思います。はい、では行きましょう。で、一応そのイベントのオーダーみたいのも、組めて、今はガチオーダーでやってます。はい。で、まずは4月試合開始と。で、こんな感じでね、目標を聞かれるんですよ。松井、今日の目標は何だって高橋由伸監督に言われてますけど、松井の後輩ですね。っていうね。話もありますが、じゃあ、猛打賞を狙いましょう。いきなり一番難しいやつ挑戦しましょう。これ、相手は一般ユーザーなのかな？それともコンピューターなのかな？わかんない。チームがね。どういうチームなのかわかんないけれども。いや、でも名前的に一般ユーザーっぽいですよね、多分。さあ、行きましょう。もう僕もまあまあ、育ててるチームではあるので、どんどん勝って連勝街道を突っ走っていきましょう。はい。いけ！よし、OK、人。で、松井選手極みになったので、フレンド募集をさせていただいております。2個ぐらい前に出した動画の中で、コメント欄でね、フレンドを募集させていただいておりますので、一応、期限は日曜日までとさせていただいているので、よければ、ご応募まだの方はご応募いただければ僕も嬉しいです。はい。あ、カットボールか。どうだ？ヒットでしょ、でも。よしよしよし。さあ、猛打賞を狙っていきましょう。で、これ、打率とかももちろん出るみたいなんで、面白いですね。で、オールスターまでにそれなりの活躍をしていれば、オールスターに出れるみたいなので、今回の動画では、オールスターまでやっていこうかな。まあ、長くてもいいよという感じであれば、最後まで行ってもいいんですが、まあ、ちょっとオールスターまでとりあえず行ってみましょう。よし、猛打賞。ホームラン打ちたいね、あとは。これは猛打賞を打っても、まだ打った方がポイントが入るのかな。はい。差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢で行ってほしいですね。惜しい。オッケー、4打数4安打。で、これ今回投手とね、野手両方選べるみたいなんで、まあ投手でもね、やっていこうかなと思ってます。まあポイント稼ぐのが楽な方はどっちなんでしょうね。野手かな？投手は結構打たれるしね、打たれるときは。おー、いいですね。クリーンヒット。5の5か。OK。そしてチームも7対0で勝ちましたと。なんか本当に今までにはない感じですね。チームも自分のチーム使うし、自分の選手使うし。うん。これそうか、レベル上がっていくのであれば、レベル上げつつやるっていうのもありですね。なんか選手使って。すごい活躍だったな。この調子でチームを引っ張っていってくれ。了解です。高橋由伸監督。で、ポイントがどれくらい入ったの今。おー、でもいいっすね。累計ポイント、オッケーオッケー。結構来てるよ。チーム順位4位。さあ、では次の試合やっていきましょう。次5月かな。また猛打賞狙いますか。このまさかのね、由伸監督に、命令されるっていう、ね。命令？敬語を使われないっていうね。はい。普段はもちろん松井さんって呼んでますけどね。テレビとか見てると。臨時コーチとか来てるときは。はい、ということでやっていきましょう。ホームランまだ打ってないんで、ホームラン打ちたいですね。どうだ？入ったんじゃないか？よし！言ってすぐ打てた。とりあえずね、僕ね、さっき4月を1回やったんですよ。4月を1回やったときに、そのホームランを打てっていう目標もあったので、はい。まあ、ホームラン打てる選手の方がやりやすいんじゃないかなと思います。クソ、中田翔のファインプレー。初めてアウトになった。
まあしっかりポイントをね稼いでいくっていうので言うと、まあ早くねもちろんポイントも取っていきたいので、変化球も打っていきたいんですけど、まあ確実に行くならストレートだけ狙うのがいいのかな。どうだ、 OK、 秋山かな今のは。秋山、山田哲人、キャッチャーは誰だった。相手チームも豪華だな、選手が多い。常にオールスターじゃないか、こんなの。相手ピッチャー宮西。タイガース。バッターボックスは4番松井。さあ、大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。ああ、どうだこれは。入ったんじゃないか。よし、オッケー。ホームラン打て出したよ。さすが松井っていう感じですね。もうあれですよね。猛打賞打ったかな。じゃあちょっと遊ぼ。意識して流し打ちやってみようかな、じゃあ。すごい、すごい、本当に超流し打ちだ、うまい。いいね、松井は打ちやすいですね。まあそういうところで言うと、あとはやはりホームランを打ちやすい選手なんかはいいと思いますので、そうですね、うん、掛布さんとか僕が持ってる中だと、まあ弾道側のアーティストの人っていうのは結構打ちやすいですね。めっちゃ打てる。掛布さんはすごい、僕が持ってる中だと打ちやすいです。まあ、弾道アーティストっていうところ、ぜひぜひ注目してみてください。アーティストってそんなにいないのかな？あんまり知らないな、アーティストの人。松井選手とかパワーヒッターですかね。パワーヒッターは結構いるけど、アーティストってそんなに多くないですよね、実は。はい。すごい活躍だったな。この調子でチームを引っ張っていってくれ。了解です。了解です、吉信監督。命令には従うでござんす。さあ、チームも2位になりました。やっていきましょう。2打点以上稼ぎます。もう全然これでいきましょう。全部上でいきましょう。ホームランも結構打てているので、はい。いや、どうですか？皆さん、このイベントやってますか？うん。楽しいですね、なかなか。まあでも S ランク契約書が累計報酬にあるイベントはありがたいですよね、本当に。なかなか S ランク契約書、ね、ないからね。エラーか、今のは。ちょっとテンポアップをしていきたいので、変化球もどんどん手を出していきます。まあ全部見ればね、もちろん大体ヒットに打てるっていうのは、ストレート狙っていけば全部ヒットにできるっていうのはもちろんなんですけど、やっぱ累計報酬があるイベントは、効率も考えていきたいんでね。カットボールか、ジョンソンか、ちょっとめんどくさいな、しっかり狙おう。カットボール、タイミングが合わない、ジョンソンに。おお、うまい、聞く力ない、今の抜けたと思った。うまかったね今の。そしてランナーが前にいないと打点を今回は稼がないといけないんで、まあホームラン狙いなのか。じゃあどうだ。うわー、正面だ。今回なんかあれですね、正面とか多いな。ジョンソンの変化球はいいですね。そしてさあ、これをホームラン打てば一気に2打点入りますからね、集中していきましょう。2アウトになっています。あーうここまで順調だったけれども、ここまで順調だったけれどもノーヒット。さあ、ノーヒットとかになるとどうなるんでしょう。やっぱちょっと何でもかんでも手を出すとこうなるね。450ポイント、評価 D、参加。選手評価グレート以上。おー、参加はできるんですね。はい。ということで、もう一度気を取り直して頑張っていきましょう。まああれか、あんまり焦りすぎてね。こうやって、ポイント全く入らなかったらそっちの方が効率が悪いんで、しっかり打っていきましょう。ということで、まあそうですね、たまには長い動画ということで、オールスターで猛打賞狙いましょう。ワンシーズンやってみましょうか。ワンシーズン行きましょう。さあ、セリーグの4番打ってるかな。ちょっと待って、ゆっくり見たい、ゆっくり見たい。大島、倉本、あ、山田哲人が4番だ。山田哲人に4番を譲ってしまっている。ゆっくりというか、これちょっと待って、チーム情報こんな感じですね。新井さん5番、小林キャッチャ
まさかの片岡が選ばれてるっていうね。杉谷が選ばれてる。意外と適当だな、これ。はい、行きましょう。もう出そうね。あー、相手大谷か。速さあるよ。このフォームは大谷でしょ、おそらく。あー、ち。アウチ。え、パリーグ強。そしてめっちゃパリーグが強い。バッターボックスには3番松井。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。さあ今5打席ぐらいヒットがないので、ちょっと1本復調のヒットを狙いましょう。よし、 OKOK。 パリーグ強いな。もう1打席来るよね。猛打賞を打たないといけないんで、ここしっかりヒット狙おう。点差が離されて終盤7回の攻撃です。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。もう終盤ですから、ここで得点しないと。よーし、 OK。 久々のホームラン。第4打席。さあ、これ打てば猛打賞かな。お、しかも同点だじゃん、打てば。MVP とか見えてくるんじゃないか、ホームラン打てば。もう終盤ですから、このチャンスで差を詰め、これは打たないかな。なるほど、そうですね。ストレート来い。高めにストレート来い。ホームランにしてやる。いやー、騙された。騙された。チェンジアップだった。ストレートじゃなかった。これはファールで逃げよう。タイミングが合わない。どうだ。あー、正面越えろ。よーし、よし、オッケーオッケー。とりあえず猛打賞。よかった、秋山守備うまいけど越えた。おおおおおお、ランナーあいる。サヨナラホームラン、サヨナラホームラン、ワンチャン。ちょっと外はやだな。内に来い。内に。サヨナラホームランはかっこいいぞ、オールスターで。どうだ。あー、ちょっとずれたけど、よし、 OKOK。 同点同点。お、三塁だ。打てた、しかもいいね。これ MVP あるでしょ。おー、まだ来た。第6打席 MVP 見えるでしょ。さあ行くよ。インコース外れてボール、ボール先行です。どうだ、入れ入れ入れ。惜しい惜しい。ワンアウトから。おお、引き分け。結局いや、面白いですね。なんか久々にがっつりこう1選手を、初めてか、1選手をこんなにがっつり操作するのは初めてかもしんないな。真中監督に褒められた。オッケー。ということで、まあ、一度だけね、ノーヒットの日があって、目標達成できてませんが、まあ、それ以外は今のところいい感じ。さあ、来た。ホームランを打てって言われるとな、プレッシャーかかるんだよな。ホームランを打てって言われるとね、なかなかプレッシャーかかるんですが、頑張っていきましょう。さあ、行くぜ。さあ、行くぜ。行くぜ。低めは打たない。もうヒットよりホームランとにかく。どうだ。ああ、ダメだ。思ったより曲がってたな。そうですね。よし、よく見た。どうだ。1打席目でクリアなるか。おお、おお、あと数ミリでしょ、数ミリ。おおおおおお、これあれじゃない、打者一巡ってやつですね。レフトへのツーベースヒットを放っています。あー、落ちる球か、落ちる球か。ん、右に曲がっただけか。よし、これもらった。どうでしょう。急に長嶋さんを入れたくなるよね。さあ打つぞ。マッソンか。ここまでマルチアンダーを記録し
どうだ。あー、これね、ジャストミートしすぎるとこんな感じになるイメージあるな。ちょっと下叩くぐらいがいいんだよな、やっぱり。森福、さあジャイアンツに移籍になってくる森福、これを OB として叩きのめしておきましょう。これは入ったでしょ。よーし。OB からのね、熱い洗練です、熱い洗練。森福さんはどこになるんでしょうね。で、ジャイアンツラインナップどうなるんだろうな。沢村抑えやるの、あれ。なんかね、すごいメジャーリーガー取るみたいな噂もあるし。どうや。おー、気持ちいい、気持ちいい。いやー、あそこまで持っていけるのは松井ならではというところですね。楽しい。いやー、松井でやるの楽しいな。極みにしておいてよかったぜ。はい、ちょっと僕まだシーズン終了してないので、4月で辞めてすぐ動画撮り始めたんで、ちょっとこっから楽しみですね、どうなっていくのか。うわ、この評価 D が気持ち悪いな。でもまあ正面行ってね、菊池の守備が上手いっていうのも分かって逆に良かったよ。さあホームラン打ちましょう、今日も。さあ行きましょう。ピッチャーでやると打たれるからな。あ、ピンチの場面だけ操作だったっけ、ピッチャーの場合は。まあ、ピッチャーでもちょっと一回はやってみたいなと思います。この動画が好評であればまた生放送で進めていこうと思うので、生放送見たいよとか、プロスピの動画見たいよっていう方はぜひね、グッドボタンをぜひ押していってくれ。さあホームラン打たないといけないんでね。あー、これ打てたな。これホームランコースだったな今の。いや、ほんとホームラン打てる、気持ちいい、やばい、めっちゃ気持ちいい。まあ普段ね、僕は基本的にはリーグオーダーの順位が高くなるようにっていうのを一番の目標にプロスピやってるんで、V ロードとかもほんと操作とかしないし、めっちゃ打てるな、気持ちいいな。これはほんとイベント走って頑張ってよかった。松井はね、今後こういうイベントとかでもホームランが打ちやすくて、まあそこも含めてね、いいんじゃないかなと思ってちょっと頑張ってイベント走ったんですけど、あの時イベント走ってほんとよかった。超大変だったんですけどね。まあ同志の方多分いらっしゃると思うんですけど、あの時のランキング2000から3000に入る、この難しさったるや、本当にやばかった。2本を含む猛打賞を記録しています。ジャイアンツホームランで得点を上げていく。これも初球。ああ、正面か。打率7割って怪物だな。一応か。ホームランを放っています。ワンアウトランナー2塁です。大竹、市岡、実質得したのカープ説やっていきましょう。これなんだ、パワーフォーク、パワーフォーク。プロスピは変化球の名前の付け方がかっこいいのか何なのかよく分かんないぜ。おっと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 、あんま曲がんなかったな。今のはスライダーなのかカットなのか。さあ、まあ猛打賞もホームランも打ってるでしょうが、もう一本打っておきましょう。1試合3ホーマーとなるとかっこいいですよ。どうだ、ちょっと早かったか。さあ一球入魂。うわー、ギリギリいっぱい、いいボール。まあ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 、2ホーマーを出ましたね。オッケー。さあ今回の評価も S、 スーパースターで、プレーオフ。あ、さっきのがプレーオフだったのか。で今回が日本一決定戦ラストの試合かな。オッケー。さあラストいきましょう。さあ行きましょう。楽しいね。まあまあ。ただ、累計がどれくらいかかるかによるんですよね。累計報酬がどれくらいかかるかっていうところですよね。取るのに時間。さあ、相手は
ん？マイコラス？日本一決定戦？ジャイアンツ？あ、そ、ん？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 ちょ、待って。動揺して振っちゃった。どういうこと？ジャイアンツ？自分はどこ、ああ、日ハム、ああ、そういうことか。把握しました。相手のお気に入り球団で変わってくるのか。はい、了解です。行きましょう。2打点以上稼ぎます。マイコラスのスライダーいいな。どうだ、入れ。お、飛ばない。マイコラス能力めっちゃ高いんでね、球威とかの問題かな。さあ、ここを打っておきたいぞ、ここを打っておきたいぞ。コントロールと伸びの特殊能力発動。どうだ、入れ。スリーラン、イエス、オッケー。よし、ということで、あの5月か6月に1回目標は達成できなかっただけで、あとは一応全部達成できましたね。ジャイアンツの選手多いな、この球団。セカンドクルーズかな。うん、ライトは亀井とかだったかな。でも純正ってわけではなさそうですね、見る感じ。どうだ、どうだ、伸びがいまいちか。あ、でも本当ジャイアンツ純正に近いようなチームですね、これ。あれかな、投手枠拡大の部分だけちょっと追いつかなかったっていう感じなのかな。あ、でもナバーロがいた。オッケー、まあこんな感じのイベントでしたね。はい、いや、なかなか楽しいイベントだと思います。あとはこうやって1シーズン戦ってみて、まあどれくらいポイントが入るのかっていうのをちょっと確認しておきたいな。うん、あ、そういう、そういうのもあるんだ。野手クリア1人目とか、そういう方針もあるんだ。さあ、で、どれくらいポイントが入ったかっていうと、あんま入ってないな。20回ぐらいやらないといけない。うん。意外と入ってないような気がしますね。投手クリア人数とかでも、こんな感じでもらえる。野手クリアとかでももらえる。なるほど。うん。いや、ほんとちょうど20回ぐらい、この累計回数をクリアしたら、おそらく累計報酬しっかり手に入るんじゃないですかね。まあこんな感じのイベントでしたと、はい、いう感じです。いや、でも結構楽しいですね。はい、この動画好評であれば、また動画にするか生放送でやるか、ちょっとやっていきたいなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動のモチベーションとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。